香港国際金融中心ショッピングモールの店舗、ハーゲンダッツはアメリカ合衆国発祥のアイスクリームブランドである。全世界規模で営業展開されている高級アイスクリームブランドである。アメリカ合衆国の大手食品会社ゼネラル・ミルズが所有する。アメリカ合衆国とカナダでは、フロネリが2100年までの独占ライセンスを有しており、 同社グループのドライヤーズ社が製造、販売を行っている。日本では、ゼネラルミルズのオランダ法人ハーゲンダッツネザーランド、サントリーホールディングス及び、高梨乳業の3社による合弁会社である、ハーゲンダッツジャパン株式会社が販売する。ハーゲンダッツという言葉自体に深い意味はない。創始者ルーベンマッタスが、アイスクリームはデンマーク産というイメージがあるからと、 コッペンハーゲンのハーゲンとその余韻がマッチするダッツを組み合わせて作り出した造語である。米国の消費者にヨーロッパ風だという先入観を持たせ、ヨーロッパの伝統と職人技を連想させるためにこのような名前になった。さらに印象を強くするために創始者のマッタスはデンマークの国土の一部の形を会社のロゴに取り入れた。ちなみに、米国では hgnds, または zs が濁って hgndz と発音される。この言葉はヨーロッパで話されている言語とは関係ないので、ウムラウトや zs は発音を考慮されていない。1920年代にポーランドからのアシュケナジムユダヤ人移民ルーベン、マッタスとその妻、ローズマッタスがアメリカ合衆国のニューヨーク市ブロンクス区でアイスクリームの行商を ニューマ社で始めたのが期限である。1961年には、レシピに卵黄を加え、乳脂肪分を17%まで上げて、社名を、ハーゲンダッツとした。1983年にピルズベリー社が買収し、経営権を取得した。米国では、1999年にピルズベリーとネスレのアイスクリーム部門が合併し、アイスクリームパートナーズ USA となった。 2001年にゼネラルミルズがピルズベリーを買収し、当ブランドの権利はゼネラルミルズに移った。ネスレはアイスクリームパートナーズ USA の全株式を買い取り、当ブランドの北米における独占ライセンスを取得した。東京青山の店舗日本では1984年に日本法人が設立され、同年東京都港区青山に第一号店がオープンした。 日本第一号店が開店した際には長い行列ができたことが多くのマスコミに取り上げられ話題となりブームとなった。以降大都市圏を中心に店舗が増加、ピーク時の1994年には全国で95店舗を展開していた。しかし1999年以降は減少傾向となり2013年4月25日に 千葉県浦安市の新浦安店が閉店し、5店場プレミアムアウトレット店1店舗みである。現在では、コンビニエンスストアやスーパーなどで販売するパッケージ商品が主力となっている。なお、ハーゲンダッツのアイスクリーム工場は、現在世界に4カ所あり、そのうちの1つが、日本の群馬県にある。ハーゲンダッツ等のオンラインショップのみならず、スーパーマーケットや、 コンビニエンスストア、専用自動販売機などにおいても、ハーゲンダッツブランドの商品を扱っている。カキについては、ハーゲンダッツショップでのみ販売されている。ありがとうございます。